国民行動党はメキシコの政党。1939年、当時のラサロカルゲナス大統領の改革に反対して立党。政権交代を果たす2000年以前はメキシコで最古の野党であった。右派、保守的立場を取る。主な支持基盤はカトリックの中流市民層や実業家でヨーロッパにおけるキリスト教民主主義勢力とよく似ている。 長らく制度的革命党政権下における衛生政党の一つに過ぎなかったが、1980年代に入ってから勢力を伸ばし始めた。1982年、ホセロペス・ポルティーヨ大統領が銀行の国有化を決定すると、これに反発する多くの実業家がパン支持に回った。また、他の有権者も1980年代のメキシコ、経済危機以降、パンに 経済復興の望みをかけ、地方選挙などでパンは勝利するようになった。特に、1989年の地方選挙では、バハカリフォルニア州に初の州知事を生み出した。以後は反 PRI 表の主要な受け皿となった。当初は、与党の PRI と同じく新自由主義政策を取っていたが、1990年代に、腐敗政治打倒と民主化を呼びかけて、以降、 急激に支持を集め2000年に初めて与党となった。しかし、その背景には、ビセンテ・フォックス・ケサーダ大統領のカリスマ的リーダーシップによるものとする見方があり、現にフォックス大統領は選挙時に緑の環境党を取り込み、左派勢力をも急合することに成功し、対象した。2003年の下院選挙では23%の票を L にとどまり、 PRI の躍進を許した。2006年の大統領選挙では、PRI や民主革命党の進出により、大苦戦を強いられたが、新勝し、フェリペ・カルデロンが当選した。2012年の大統領選挙には、ジョセフィーナ・バスケスモタを候補に立てたが、PRI のエンリケ・ペーニャ・ニエトが勝利し、12年ぶりに政権を明け渡した。現在、パンは主に、 メキシコ北部で格好たる基盤を築いている。ペニャニエイト候補が大統領に当選確実マイナス12年ぶりの政権交代。通称候補を。2012年12月3日閲覧。ありがとうございます。